プロキノスクスは、古生代ペルム期後期に生息していた、タンユミ類の絶滅した属、タンユミツナ、十ユミメ、キノドン類の中でも初期のグループに属する。体長約50センチメートルほどのカワウソ型の動物、全犬種が存在し、二次公害が不完全である、特殊化の見られないアバラ骨を持つなど、やや祖先的な形態を止める。その一方で、 先行するドギニアよりも化学摂取が片側4本となるなど特殊化も見られる。また他の木のどん類には見られない形態としては、体の前半では脊椎の屈曲の自由度はあまり高くないが、腰部では左右へ可動性が大きいことが挙げられる。同時に、おしの横突起が発達して筋肉の付着部が拡大し、また頸骨及び飛骨の拡幅が見られる。 これらは体の後部を左右に振ることに適した形態であると推定されており、ある程度水中生活へ適応していたのではないかと言われる。蒸気の特徴から獅子に水かきを持ち、水中で魚などを捕食していたのではないかと言われている。この当時の木のン類は総じて小型のものが多く、主要なニッチの多くは、 オルゴノプス類やディキノドン類などに占められていたので、水際などへと生活の場を求めたとされる。南アフリカのカルー、ザンビアなどから化石が出土している。ありがとうございます。